どうかずえです。今日も愛車 C までドライブトークなんですけれども、今日のゲストはなんとこの人です。どうぞ、小沢仁さんです。どうも、小沢です。顔面狂気、うるせえ。いらっしゃいませ。そんなのいいんだけどよ。もうこっちでドライブしよう。なんで？これ、熱そうだし、ボロいし。ボロくないのよ。レッサーしたばっかりだから、もう新車と一緒。いやいやいや、レッサーしないやろ。してない、してない。フルレストしたの、これ。フルレストこれエンジンも全部。あ、エンジンは、まあ、もともとのやつをオーバーホール。オーバーホールしたんだけど。大丈夫。でも、すごい綺麗だよ、なんかエンジンルーム。フルレストでいくらかかったの？それはね、内緒なんだけど。うん。だったらしい。あ、それはやってくれたのか。そう、日産でやってくれた。違う車もらえよ、じゃあ。でも、これに乗り続けるってことに意味があるんですよ。その心。乗りやすいから。いや、他のは乗りやすい。こう旧車好きっていうのは本当好きだからな。はい。俺には30年乗ってます。俺にはよく。じゃあお前より20以上したと。そう。それいいじゃん別に。どうでも。じゃあ行きましょう早速。はい。はい、じゃあ。行こう。はい。やっちゃえ伊藤和恵チャンネル。さあ、小沢っちですよ。初めてなんです。小沢。うわ。あ、ちゃんと閉まってないわ。マジ。なんかね、閉まりにくくなっちゃった。どう？閉まった。これもカメラ、これもカメラ、これもカメラ。そう。3台。今 GoPro ってすごいからな、ワイド。すごいよね。これすごいワイドじゃない。それいいよ、お前。これなんか見てみろ。俺めっちゃ近くてめっちゃ顔でかいよ、お前。もっと後ろにする。お前ちょっと。これ一番後ろだとここまでだ。あ、いいよ。出発、行ってきます。なんかギギ言ってますけど、大丈夫ですか？ギギ言ってない。今ギギギギギって言ってなかった。気のす。まさかね、火星の車に乗ることがあるんだね。ね。でもいろんな人乗ってるよ。これ30年間いろんな芸能人乗せてるけど。あ、そう。そう、いろんな人。ていうか、だってもう基本17歳、18歳ぐらいの時から以降、そう共演なくて。うん、あ、そうね。スクールウォーズが初めて。で、なんだっけ、地球だ。地球だ。で、ポニーテールは振り向かないでちょっとだけあって、それ以降は、やってないよな、仕事。やってないと思う。で、すごい久しぶりに2年ぐらい前にあの人気映画。その前には一回誰かと飲んでる時とか飲み会であったりする。そうそう。私たちにはとは共演してたからずっと2時間ドラマで刑事ドラマで、うん、撮影の合間、うん、なんかあそこさ刑事部屋をさ富士山の麓の。あの前田音って知ってる？あ、知ってる。あの遠いとこな。そう、あそこで撮ってたの。あれは遠いだよ。そう、あそこに行くまで大変だったから、いや、うん、みんなあの何宿泊費とか出ないからさ、うん、自腹でみんな宿取って泊まって前の日宴会して撮影するみたいな感じが。テレビで出ない？出なかったんだって。毎日その新宿出発。ちょっとお前ちょっと頭突っ込んだら泊まってくれんだよ。新馬じゃダメか。いや、あのレストアしてもらったからもう超安全運転。バカだろ、ぶつかったら向こうに直してもらえばいいよ。やだ一緒だろ。やだなんだと思って。俺昔だってさ、車ちょっと擦ってたとかあってさ、うん、止まってる時にさ、またそこのところぶつけてくるやつがいて、うん、ラッキーと思ったもん俺。直してもらった。直してもらった当然。俺の傷の上に事故の傷がついたから。ああ、ちょうどね、うん、同じ箇所だった。そうそうそう。これからじゃあドライブ、このなんかね、台本持っといてくれ。ドライブトーク。ドライブトーク。初めて出会った時の話、いつどこで相手の印象は。だからスクールウォーズだよね。スクールウォーズ、スクールウォーズ。なんかすごい学生の役なのに老けた人来たなっていう感じだったから。うっせえだお前。いや、お前は十何歳だったから当時なの。17歳だからまだいいけどさ。まあ俺は当然もう成人になってるけど、ある意味な。20歳過ぎてるね。過ぎて、ほんと20歳ぐらいで21の間ぐらいだったと思うんだよ。でもあのぐらいの時のドラマってさ、割と20歳過ぎて、あの
やってる人とか多かったよね。違う違う、高校生役なんかちゃんとした高校生いないじゃん。そうだよね、割とおじさんがいて、おじさんってお前いくつから、あの当時の俺おじさんって言うのかお前って、なんかお前5つしか変わらないくせに。確かにね。だろ、お前だってもうあれだろ、下購入したら還暦やろ。そうなのよ、もう55になっちゃってさ。いや娘さん、あ、2人いなかった？いるよ。いくつ？もう30。もう30と25、上はバツ1で、今2人目と結婚し。あ、そうなんだ。孫できたら本当おじいちゃんだ。いや、孫なんか別にどうでもいいしねでも生まれたら可愛いらしい。いやって言うけどあんまり興味ない。生まれじゃねえ。大森一回も結婚しないの？え？一回も結婚しないって。私？うん。私一回結婚して、うん。13年で別れて。お前結婚できたの？できたよ。ミュージシャンと結婚して。ああ。今娘二十歳。あ、そうか。ええー、そう。俺は風は大変なやつだ。そうだよ、ドラマで終わった後に、うん、お前三茶に住んでた時あったやろ。あった、一瞬で、ね、4ヶ月ぐらいで、その時に、うん、お前の家行ったことあるよ、何人かで。そうだっけ、私もうしょっちゅう宴会開いてたからね。そうそうそう、家の近くだからみんななんか来やすかったみたいで。うん、だからこいつはそう、こいつは大変だな、でも結婚できることあんのかなと思って。いや、私もまさか結婚できると思わなかった。そうだろ？うん、びっくりした。よっぽど奇特な人だよ。そうだね。我慢強いか、なんで何にも考えてないか。そんなひどい。ひどいじゃねえんだよ。自分で分かってるか分かってないか分かんないけど、うん、天然だからさ。天然じゃないよ。だからね、天然のやつはね、うん、天然って言わない。だってめっちゃ真面目だし、天然は不真面目って意味じゃない。だからお前なんかどっかっていうともうピントのボケたカメラみたいな感じでこうボヤ、ボワーっとするやろ。そう、それお前10代のキラキラ、あのな、デビューしたっての頃はお前それがもう 若さの光と相まみ合ってたよ。うわー、伊藤和恵ってなんて可愛いんだろうと思うのが若さが当たってくるとただのピンボケしか出てこない。ひどい。奥さんとどうやって、奥さんはいろいろ様々ですよ。外国人だったからね。ああ、言ってたよね。そうだけど、うん、結婚して分かったんだよ、うん、俺は結婚に向いてないと。縛るタイプの人、縛るんだよ。あ、で、俺の仕事って縛られたらさ、うん、何もできないじゃん、なんかね。そうだよね、だって時間もさ、何時に終わるって決まってるけど、その通りに終わることなんてまずないし、ね、まあ、ないし、終わっちゃってまた飲みに行くじゃん。あ、そうね。で、飲んでるとなんで飲んで帰ってくるのとかって、いちいちめんどくせえからな、うん、なんかそういうところで輪ができてまたね、仕事につながったりもすることもあるのね。そうなの、それがね、理解できない。あ、一回だって結婚してた時、俺がさ、うん、松竹の初監督でさ、うん、ビビエンスをさ、あ、はいはい、初めて使ったんだ。へー。その時に新聞にさ、うん、俺からのラブコールって書いてあったっけ。あ、で、日本だと普通じゃん、うん、ビビアン使いたいって言ったらラブコール、うん、でも外人から見るとあんた、あんたこの人愛してるもんだろ。ああ、そっか、そういうラブ。もうめんどくさいの、俺がいちいち。いや、それはちょっと大変だったね。だからもう、うん、なんか二度と結婚なんかしたくないわけ。カズも、あいつ弟はさ、まだ独身なの。あ、もうでも50代だけど、あいつもね、50代ってあいつも58だ。あ、そっか、そんなに離れてないのか。だからあいつもう絶対できないって、もう後輩たちがさ、うん、一度でいいからこの男に結婚させてあげたいっていうぐらいできないんだよ、うん、お前なんで結婚できないのって言ったら、あいつがさ、いや、兄貴の結婚見ててやっぱり地獄だなと思ったら、二度といいやと思ったそんな、はたから見てても地獄と思ったの。地獄でしたよ。でも2人、その奥さんで2人子供、なんかね、あいつにもちゃんと言ってんだけど、なんかね、別れようと思うと子供がまだ見える。あ、で、なんとも言えば、そんなやだやだ言いながらやることやってんじゃんと、はい、すいませんいいよね、子供ってね。まあ、うちはさ、娘2人だから、うん、娘って楽でいいよ。なんでかって言うとさ、結婚したら、うん、やっぱり旦那が責任を持ってくるし、あ、向こうに行っちゃうもんね。行っちゃうし、でも男の場合さ、結婚してても何かあった時ずっとこっち側っぽくない？あ、じゃあお父さん頼るでしょ、そりゃ。そうだから、うぜえじゃん俺みたいな息子がいたら
それ考えるだけでいやもう娘でよかったと思って。でもうちの上の娘は俺に限りなく性格が近いから、俺よりもぶっ飛んでるからな、あいつは。破天荒なんだ。破天荒、破天荒、ぶっ飛びすぎだ、あいつ。なんか嫌なんだよ俺、あの何か俺に会った時に子供に迷惑いくのが嫌だ。あ、一緒と思われるじゃん。そうだね。そんな悪いことしないにしても、これさ、上に行って、上に行って、今の世の中どう書き上がるか分かんないじゃん。どんくさいじゃん。フィリピン、僕マニラ。マニラ。何しに行ったの女で、うん。え、あれ、あのバカラ。バカじゃね。右か左か右か左か、ずーっと。